移住二指腸動脈とは、復空の微小血管の一つ。移住二指腸動脈は、直接的に有毛及び十二指腸に分子を介して水臓に血液を送る。最も一般的には、復空動脈の相関動脈から生じるが、その起源は多種多様である。最初に、十二指腸上動脈を生じさせ、続いて古障水十二指腸動脈を生じさせる。分岐点で、 右用網動脈と前上水中二支腸動脈に分かれ終了する。これらの分子は上腸間膜動脈からの前後の下水中二支腸動脈と機能的な分合を形成する。移住二視聴動脈からの血管の正確な分子は変わりやすいことに注意。通常は前後の上水中二支腸動脈はこの順序で独立に分岐するが共通幹から外れることはほとんどない。 移住に支腸動脈は消化性海洋疾患の合併症として発生することのある重大な胃腸出血の原因となる可能性がある。十二死腸の第二部の口内側壁との密接な関係により、十二死腸の深く入り込んだ海洋や腫瘍が、移住に支腸の出血の動脈から激しい出血を引き起こす場合がある。とりわけ、この領域の大量の動脈網により、 血管内の高い流量が確保されているからでもある。ありがとうございます。